ね、まず ステージがね、うん、正気の谷という正気の谷、まあ、東京ゲームショーの時にプレゼンさせていただいた、うん、あの岡三五の大地っていうマップの、うん、真下に位置する、うん、フィールドになります。真下ですね、はい、上に岡三五の大地が、あの上が岡三五の大地になりまして、まあそこはあのいろんな生き物がたくさんいる、生態系に、うん、豊かなエリアだと思うんですけど、うん、まあ、そこからこう落下してくる、まあ、モンスターの死体とか、うん、まあ、有機物とか、はいはい、おおおおおお骨とかね、こいつのはその落ちてきたモンスターの骨とかをまあ利用する、まあ、その分解する分解者の生態系が広がる特殊なフィールドになります。すげえな、もう、ましたね、ディアブロスの角ついてるな。ついてますね。ついてるの、どこに、それ横についてる、それこれこれこれ、えすげえ、つけてんの、まとってる、まとってる、おお、あ、口かわいい、口ちっちゃい、全部あのまっとってるわけですね。そう、おいおい、これはどんどんこう、はい、することで簡単なスケール、簡単なスケール、使いできるんですけど、簡単なスケール、またあの自分でまとったりもしますんで、簡単なス新情報、新情報ですね、簡単なス新情報、新情報、簡単なス出たか、しょうがないな、しょうがない、もう簡単なスファンにはそうですね、たまらない情報です、ここにいます、いますね、おお、あ、怖い怖い怖い、おおお、もしや、これはここでちょっとね、お、あー、なるほどね、あ、それはなんか使える、使えそうですね、ハラミに夢中やな、ハラミに夢中ですね、うわー、すげー、吹っ飛んでった、すげー今回ね、オトマイル結構ね、助けてくれますよ、おー、素晴らしい、チャンス、すごい、あれ、つく下罠になってたんですね、下罠、そうで、ね、わざとモンスターの攻撃で潰さしておいて下罠を発動させる、いつそんなんしてたんですか、さっきやん、ええ、いつの間に、あ、いつの間に、いわゆる、地形を利用したね、罠です、あ、モンスターの力で自分でやったわけじゃないですか、はい、これを爆弾とか使えば発動させられるんですけど、モンスターの前は攻撃力が高いので、まあ、一発で破壊してスターに絡めることができます、へー、地形を利用しましょう、スタミナ回数、そうね、歩きながらね、おー、すごい、わー、すごい、いやいやいや、すごいね、原宿ちゃうねんからクレープ、クレープね、クレープね、クレープね、イメージ、イメージ、関西人のイメージ、関西人、もう東京長いや17年役今、江代さんに聞いてきた、やばい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 の、わざわざサンスクールみたいなやめてくださいタッチが4人になるから。お前やろうかな。ちょっとね、お待ちください。ね、ちょっとね、見せたいものがあるんで、待ってください。何を？取りました。あら、どう？これ多分、ね、ハラミが毒のレイヤーの毒。ああ、毒ってる。今回毒はね、ああいうね、よだれみたいな毒。毒毒なってる。泡吹いてる。泡吹いてる。液体っぽい感じでね。毒の泡。うわあ、うわあ。うわうわうわ、何これ、本当に危ない。本当に危ない。本当に危ない。本当に。おお、回復。オッケーオッケー。で、ちょうど来た来た来た。お、え？何つけた？あ、来た。わ、オドガロー。これは怖いね。いやもうやばいやばい。まんまやもん。ほらほら。おお、どうすんの？出会ってしまったよまた。お、やばいやばい。ああ、あっちあっちに行く。始まるか？あっちに行くの？あ、お、始まらないな、始まらない、あ、始まった、始まった、ナーマル争い、これどっちが強いと思います、これは、いやいや、これトゲトゲ、トゲトゲ、うん、トゲトゲ強いから、ガーッてる、うわわわ、ガンガン見てる、ガンガンいってる、いやいや、骨がすげえ、頑張れ、やばい、顎の骨が V 破壊、 V 破壊、いやいやいや、ついでにそっちに加勢していただいてる、臨場してる、強い方に、うわわわ、たまに自分の方向いてきよるからね、これアドバイスね、そうですね、わわ、ボロボロじゃないですか、いや、ボロボロ、ラドバルキー、ホドガロン、あ、こっち見てる、こっち見てる、あ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 、ラドバルキー逃げてきました、ね、あら、ラドバルキー逃げた、あ、逃げちゃった、あ、追いかけてんだ、うわ、怖っ、早っ、攻撃性がすごく高いモンスターなんで、で、あの、このフィールド上をこう、うろうろして、まあ、死体を、落ちてきた死体を探してるんですけど、まあ、あの、死体を巡ってな、ああいう風に争う、モンスター同士争う、わわわ、こっち来た、すごい、もうあいつがおらんとなったら今度こっちや、そうですね、来てしまうんで、お
こいつ連れてきてきましょう。これ特殊装具って言って、刑事が使えるマントみたいな。おーすげえ。今のところ一番上の方は骨が多かったと思うんですけど、ね、こっち下に行けば行くほどこういう風にこの、まあ、肉っぽいものが肉っぽいものですし、まあ、このガス、黄色いガス、まあ、正気っていうんですけども、に満ちた場所になってきてます。でこのスリンガー松明弾っていうのを今スリンガーにセットしてますんで、これを撃つとこの正気を晴らすこともできます。で、正気の中にいるとだんだんプレイヤーダメージ受けたりしてしまい危ないので、あんまり吸い込みすぎないように、まあ、安全な場所を確保して、そのガスを燃焼させてるってことですか。ちなみにこの飛んでる翼竜なんですけど、はい、五日三五の大地で、生きてた結構優しい、これはあんま攻撃してこない草食モンスターのラフィノスですが、まあ、正気の谷に落ちてきてですね、この正気にちょっとやられてしまってですね、攻撃性が高まっていまして、正気の谷では攻撃的な雑魚になってしまってますので、あらすごい、場所によって変わっちゃうんだ。そしてさらに連れて、あ、またここガス出ますね。あ、出てる、煙ってる。またいますよ。出た。違うやつですかこれ。違うやつですね。うわわ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 わギルオスも結構いますね。なんか口がわーって入ってる。あー、痺れてる。これドスギルオスの痺れの攻撃で痺れさせたと。すごい。こっちも来た。これはこういう使い方もできるんですね。はい、力関係上では下なんですけど、ああいう使い方。やばい。あ、ギルオスがお友達になった。ギルオスをお友達にしましたね。トロフィーも取ったね。トロフィーも取りましたね。友達。これは初の情報ですね。これね、新情報ですね。今、お友達のギルオスが。もういいんですか、それ。お友達のギルオスがやったんですね。痺れた。素晴らしい。お友達のギリオスがドスギリオスを痺れさせたってことですね。いや、乗ってましたね、ハラミ。あ、ハラミが乗ってる。あ、乗ってる。ハラミすごい。おー、仲いい。はい、お友達のギリオスが攻撃してくれてるんですね。はい。麻痺の効果が出てると思うんですよ。おー、これはもしや。なんすか。テトル来ましたよ。テトルがいるじゃないですか。何？あ、乗れと。なんか言ってます。乗れと。今、あ、そっか、乗れそうかな。なんかあるのかい。おー、乗った。さすが。ということは乗れって言ってたテトルが、あ、大丈夫。いける、大丈夫ですよ。あれ、スタミナがあるときは。そうですね。おー、やばいです。え、何ですか。上からね。テトルたちが。何これ。罠をね。ほら、可愛い。テトル。めっちゃ来てるやん。可愛いな。ガリバー。何これ。手伝ってくれる。そうなんです。可愛い。ワールド各フィールドにですね、このテトルという子、まあ、ね、原種みたいなやつらがいまして、その子たちと仲良くなってると、まあ、こういうふうに助けてくれることが、仲良くなってないといけない、仲良くなってないと出てきてくれません。でそれぞれいろんな生活をしてますので、生活困ってたりすることもあるので、そういうものを助けてあげると、ああいうふうに仲良くなって味方してくれるようになります。おさらにお友達のフィールドですね。あー、すごい。おーしょー、いいじゃないですか。これも初情報ですね。これはいいぞ。初情報。いけいけ、どんどんいけ。どんどんいけ言うてますけど。河原で野球観戦してるおっさん。どんどんいけ。回れ。なんか出てこい。なんか出てこい。ついでなんで今なんか USG 初めて行った人。いたまた。テトル。これ別のテトル。テトルですね。近寄るとハラミが奏族の楽団員、楽団員、これ岡三号にいる、テトルです。ついてきた、一緒にね。かわいい。これギルオスと合わせたら3匹今、そうですね。ギルオスもいますね。ギルオスの引っかかってんな。引っかかってる。ギルオスも。ギルオスおいでよ。これ今ギルオス。ステッド3人いますよ。すごい。ね、左来てくれね。来てくれます。来てくれますね。
これ中身人間よりも有能な存在ですよね。しかもレイギアの死体が落ちてきてます。これリアルタイムの落ちてくるんですよ。すごい。あ、それをね、わあ、食べとる食べとる。これ初めて見せられましたね。これ持っていきよった持っていきよった。おい、ちょっとすごい新情報ですよ。またこれは新情報です。聞いた。クイズ初めて見せますからね。見せれた。初めて見せた。全部新情報ですね。確かに。すごいな。エンディング。やらなあかんことあるわ。まだいっぱいあるわ。いや違うでしょ。ゲームのエンディングなんでしょ。ゲームのエンディングね。それダメでしょ。びっくりした。番組のエンディングかな。ああいうふうにあの落ちてきた死体を、狙って徘徊していって自分の巣まで運び込むような生態を持ってます。巣がわかる。もうええかな。あとね、最後ちょっと綺麗なところ行って、終わりましょうかね。もうちょっとだけ見せましょうか。あのさっきのさ、あのあれ、トップ君、まずは今度見せるわ。いろいろ、おー、来ましたね。おお、まさにあの正気に満ちたような肉が満ちてあるような場所から、さらに各地に下の方に行きますと、ここは正気がちょっと浄化されているような場所になってまして、この水すっごい綺麗なんですけれども、実は酸なんです。わー、めっちゃ減ってる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 、溶ける溶ける。酸って酸なんです。はい。でまあ、この、植物もこの菌糸みたいな、はい、ものが増えてまして、まあ、ちょっとこの回復できるほっと息をつけれるような場所にも、なってきてます。そこで、まあ、一番上が骨、中層が、まあ、肉、正気で、一番下がこう酸の水みたいな構成になっているのが正気の谷という部分。